ジョージア州のスポーツでは、アメリカ合衆国のジョージア州におけるスポーツについて解説する。ウィーステリュラブディスパークアトランタは1996年7の8月のオリンピックとパラリンピックの開催地となった。オリンピック真っただ中の7月27日には111人が死傷する爆発事故が起こっている。この事件では、日本政府の池田幸彦外相が事実関係を 確認中であるが、このようなことが起こったことは誠に遺憾であるとの談話を発表した。第一発見者のリチャード・ジュエル警備員は、アトランタオリンピック記念公園で警備員を務めていた。リチャードは怖表だが正義感があり、母親の愛情を受けて育てられた親孝行の息子であった。ジュエルは爆弾の入った不審なリュックサックを発見し、爆弾事件の発生当初は、 多くの観光客を爆死から救ったヒーロー扱いされたが、3から4日後にはアトランタジャーナル市などで一転して犯人扱いされた。真犯人のエリック・ルドルフはビンナディンと並ぶほど凶悪指名手配リストに載せられ、2003年にノースキャロライナ州のゴミ箱内で捕まった。ルドルフはホームレスのような格好をしており、逮捕は新人警官のお手柄だった。ルドルフ氏は アーミー・オブ・ゴッドという準軍事組織グループのメンバー。妊娠中絶クリニックの爆破やゲーバーの爆破にも関与していた。リチャードはこの報道被害によって精神面の不調を起し、11年後の2007年に失意のうちに死亡した。44歳の儚い命だった。ジュエルの災難はクリント・イーストウッド監督によって映画化される話もある。レオナルド・ディカプリオが ジュエルの弁護士に扮するという。この爆弾事件は4半世紀後の東京オリンピックの警備体制にも一向の余地を与えている。カレッジフットボールの世界でディビジョン 1FBS に区分されるのは、ディビジョン 1FCS に区分されるのは、カレッジフットボールの世界でディビジョン2に区分されるのは、ありがとうございます。